づいてみんな。聞こえた聞こえた。すごく素敵。え、あ、じゃあもう一回声からいく。そうだね。いきますね。せーの、始まりました。吉川ひよりの生誕生配信。はい。何歳になったんでしたっけ？はい。実は私、明日で23歳になります。期待しちゃった。
ケーキが届きました。自分でやりたくてやった。あら。
でかいほっぺリボン。ついた。かわいい。かわいいね。かわいい。やりたくた。じゃあこれお願いします。落とすなよ。落とすなよ。落とすね。振りかな？ありがとう。あ、当てた。いつものやつ。あ、来た。来た。来た。これだこれ。この間ね、聞いて、妹のバイト先にご飯食べに行ったの。
うん、そしたら夜遅かったの、うん、妹と2人で先に入って、うん、後から親が合流して、うん、みんなでご飯食べるって予定だったんだけど、うん、妹高校生じゃん、うん、高校生夜遅い時間だと11時ぐらいで出なくちゃいけないの、うん、大人がいないと、うんうん、そうなんだ私大人じゃん、うん、確かにけどバイト先の子が妹に、うん、時間大丈夫って確認されたのね、うん、あ私大人認定されてないって思ってあ そっちの子は人の年齢知らないから、うん、で後から妹がそのバイト先の子にあれお姉ちゃんって聞かれたらしくて、うん、いくつなのって聞かれてもうすぐ23になるってめっちゃびっくりしてわかってくれるね。バブミがあるから。バブミがあるから。なんか私も友達になんかどの子が年上どの子が下のみたいな全員の画像を見て、うん、したらなんか年下一番下は誰だと思うって言ったの。ピュアこの子でしょ。同い年だった。やば。バブミが。大丈夫だよ、老けて見られるよりよっぽどいいよ。本当だ、若く見られる方が良い。対象じゃないから若く見られる方がいいよ。カナミ、カナミ、あの子年齢不詳だから。カナミもあの子不詳だから。だいぶ強いから。よし、読もう。これ特選メンバー全員で旅行するとしたらどこに行ってみたいですか。アキトンさんからです。毎回この質問あるよね。もう前も言ったかもしれない、淡路島ですね。行けてない、まだ行けてない。タコ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 1年くらい言ってるね。タコタコタコあれだよ、あの MV の日そうだ、ハピラだ、ハピラだ、ハピラの MV の日に行こうっていうかね。ハピラの MV いつだっけ。結構でも今年では冬か、めっちゃ寒かった。めっちゃ寒かった。去年待つ去年今年じゃない。ハピラでもあれだよ。え、ハピラ今年だっけ。でもアルバムの前だから、あの横割りの前じゃない。そうだよ、ね、じゃ あそうだ、10月ぐらい。去年で、あ、じゃあそうだ、去年だよ。え、10月そんなだっけ。めっちゃ寒かったの。めっちゃ寒かったよね。え、めっちゃ寒かった。12月とかじゃない。そう、でもそれがさ、めっちゃ近くない。よくあり、うん、近くない。横割りよりいいです。まあ、いるわけよね。うん、11月くらいだったかな。めっちゃ寒かったよね。でもみんな知ってるって。ピザで食べたよ、ありがとう。あ、淡路島は玉ねぎ美味しいって。玉ねぎ、あ、そうじゃん。玉ねぎ大好き。玉ねぎ大好き。玉ねぎ食べたい。甘いのも大好き、ね、甘いのですよね。じゃあ次いきますね。うん、うん、え、また同じ質問だった。ほら、あ、じゃあいっぱいね、答えたいからね。次、うん、最近使っているおすすめのコスメは指ハートのマーさんからです。お、あ、あのリップどこだっけ。かわいい、お花のやつ。アミューズ、アミューズ、アミューズか。アミューズ、アミューズのリップがかわいいです。今日も使ってたね。私も一緒に今一緒、同じ色、色違う、でも色ちょっと違う、ね、色違う、同じ時に同時に買ったもん、うん、かわいいよね、パキ買い3個もう酒が可愛すぎて3個買った。何回通ってもなんかまたそこやっぱ違う色もまたそこいんのみたいな。マジでパケが可愛すぎて、まあ、まだ多分載せてないかな。オリアンスかね、うん、オリアンって方もいます、ね、可愛い。帰ってきてからもっと買ってくれよかったかなって3色以上に買えばよかった。やったー、来た来た、すごい人、すごい、ケーキだ。お水もください。お水も、水も欲しいです。かわいい、ひよりかわいい。お花じゃなくてリップついて、いちごも入って。これ何味なんだろう。でもいちご入っぽい。ありがとう、はい、なんかさ、ケーキ、はい、この生地シフォンっぽいね。ケーキシフォン、みんなで食べながら、もうリボンついてきた。やったー、リボンかわいい。かわいい。これどんなに食べてる。え、なんか本当は最初に食べる。あ、そっかそっか。じゃあ一旦食べてみる。うん、一旦食べてみる。答えながら、答えながらでいいじゃん。あ、確かにそれがいいじゃん。じゃあ質問を読んで、うん、食べてそんなに肩掛けもなくても大丈夫。この配信
チョキさんからです。ポテチキだったなんかピーマン。難しい。最近料理はしてない。おあ、でもなんだろう珍しいと思って記憶にあるので親子丼。おい、いいね。親子丼作った。いい親子丼。親子丼美味しいですよ。はい、あれ、あ、あきちゃんも欲しい。あきちゃん、そうだな、最近作ってないな。カレーとか作って。食べようぜ、食べようぜ、食べよう、いただきます。いただきます。色が可愛い。可愛い。シフォンケーキかもね、確かに。ねえ、ね、何だろうこれ。クリーム味。クリーム味美味しい。いただきます。匂いからいく。あの目覚ましテレビを思い出す。匂いからいく。どうですか。いちご美味しい。何味です。緑は生クリーム。あ、そうなの。クリーム味。クリーム味。うん、美味しい。いちご冷たい。これチョコ可愛いね。ゴールド。マジも可愛い。オリンピックある。あ、確かに。あ、じゃあ、アンステカのオリンピックスね。うん。これどういうことだよ。ナンバーワン。オリンピックするねって何。おいしい。あ、閉まっちゃった。うん。あ、パスワードが。心のパスワードが。公開しましょうか。心のパスワード。通常に。じゃあこれ1個食べた。もう1回ね。かわいい。かわいい。かわいいね。今日もかわいいですね。ひよりんおめでとう。コラボしてみたいお笑い芸人はいますか。マキモンさんからです。いいね。ロバートの秋山さんです。めっちゃ面白そう。あのクリエイターズファイル出たい。あれなんか一緒にやってみたいです。めっちゃ見たい。ネトフリに載ってるやつ全部見た。本当に面白くて。面白い。ああいうお笑い大好きなんで。みんなが笑顔になる。そうそうそう。なんかやりたいです。今30分ぐらい。あ、どうしますか質問は。あと何個。あと3個にしよっかね。あと2個。2個。じゃあこれ。一日麺から変えるなら何色にしたい。スーさんからです。じゃあピンクで。おお、いいね。でもさ、絶対ひよこの色似合わないんだよね。あの前来たけどさ、いろんなピンクあるよ。いや、甘いピンクがいいかな。どっちでもいいよ。何だって。10年目になるとね、結構きついから。あなた一番似合うから似合ってるよね。ありがとう。本当に可愛い。似合う。その言葉を糧に頑張ってる。まだまだ本当に似てます。それ言われなくなったらできないから。全然可愛いです。最後。最後。お、なんだろう。ひよりんおめでとう。今一番ハマっているポーズを教えてください。まゆゆさんからです。ポーズ。ポーズ、うん、何それ。初めて見たんだけど。よくやってるの。そう、よくやってる。23歳はそれ。そう、23歳。ちょっとセクシーだね。髪の毛もちょっとセクシーだね。はあ、どこで覚えたの。どこで覚えたの。全然ハマってない。今ついちゃダメだよ。今日最後のあれ、スクショタイムみんなに行かねえ。ラスト。みんなでやろう。さくらさんさんにこういうのあるよね。こういうのあるよ、さくらさんさん。はい、こんな感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。いっぱい質問をね、送ってくれてありがとうございました。嬉しいね。ありがとう。ありがとう。入れて。イエイエイエイ。なんだそれ。初めて見て。はい、はい、なんだ。それでは続いて、出し物の、出し物の、出し物の、ホワイトチョコじゃなさそう。え、マジパン、はい、うわ
年見てるから。撮影が一緒だから、ね、そう、毎年撮影が一緒にしてる。もう見てる、もう見てる。最初ものの最初はこちらです。生写真いきます。じゃじゃーん、かわいい、卒業の記念生写真こちらです。かわいい。どうぞ。待って、どうなってるの？みんなこのプレッツェル、かわいい。宇宙、宇宙あったよ、宇宙。あ、宇宙なの。早く回してもらっていいですか？見たい。あきちゃんまで、あきちゃんまで宙を1枚、1枚1枚だけ。めっちゃ気持ち悪いんだけど、全部見てるもん。かわいい。そう、めっちゃ可愛い。
なんかあの自撮りの自撮りとかオフショットをこんな感じで。かわいい。かわいい。鏡めっちゃかわいい。かわいい。これかわいいの。おしゃれだね。なんかスマホとかに入れた。なんかいろいろ。おしゃれ。超おしゃれなんだ。かわいいでしょ。欲しい。かわいい。ハートブームだ。うちもかわいいね。色がついて。ね。10枚ずつ。合計20枚。心は20代みたいな感じで20代20代だったよ。あれ何だったんですか。20代だったよ。サバ読んでた。20代だった10歳20代だった。20代だった心は半日みたいな気持ちでいたいと思うので、ぜひこれを皆さん狙っていただきたいなと思います。書きました。よろしくお願いいたします。はいはい。あとはでは次長口、はい、次ゆみちゃん。お疲れさん。お疲れさん。全部一人だ。はい、じゃじゃん。くみちゃんくじはこんな感じになってます。あ、また湯飲みがある。湯飲み、どうぞ。それかわいい。湯飲みかわいい。湯飲み。お、クリアファイルもある。ちょっと今画面違うか、はい、え、このタペストリーかわいい。かわいいね。後ろの文字が、え、ね、これかわいい、ね、かわいい。赤文字っていうのがいいですね。かわいい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 。大人っぽい。指輪っぽい。そう、いっぱいつけた。かわいい。似合うね、こういうカラフルな。ね、色物似合う。かわいい。あ、看板。あ、そうそう。ピオの缶バッジ。ピオが書いてる。なんか落書きしてあそこら辺。これだ。かわいい。めっちゃかわいい。おしゃれだね。あきちゃん紹介お願いします。いいんですか。お、すごいすごい。楽しみにしてもいい。かわいい。あの落書きをスマホでやってそれが印刷されてます。ヒヨリンのお手製ですね。めっちゃかわいい。こっちもかわいい。いい感じ。シヨピヨちゃんになってる。かわいい。かわいい。結構いいやん。これはそれも全部なんかさ、ちょっとゲームみたいな。あ、そうそうそう。本当だ。かわいい。ゆっきりさん、ゆっきりさん、かわいい、かわいい。次、お、あ、次はこれや。これ嬉しいよね。ね、みんな、みんな生誕グッズ楽しみにしてくれましたか？あのアンケート取って、あ、そうなの？そう。で、まあ確か一番多かったし、ヒューが作りたかったのがあったので、これにしました。こちらです。じゃじゃーん。T シャツ作りました。かわいい。あ、めっちゃね、これ右のやつね、サブプレゼントみたいなどっちか選べるんですけど、ステッカーなの。めっちゃいい、欲しい。めっちゃ可愛い。スマホなの。入れられる。スマホ入りそう。いいサイズか。これは欲しいです。可愛い。え、これ欲しい。形にしたくて。可愛くない？めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。いいサイズ感の実物大。可愛いね。あ、これ。あM と L。M と
LL と XL。 あ、じゃあこれが一番ちっちゃいサイズです。 ML、XL ね、ちょっとダボっめっちゃおしゃれっすってきてる。やった欲しい欲しい、ね、見てください。テンション上がる。欲しい欲しい。なんかね、確かにこうやって見るとすごい傾向に見えるけど、そんな、ま、あ、マスクマン何だ。あ、生女子9時 T シャツすべてこの後20時販売開始となっております。はい、皆さんぜひゲットしてください。マジ可愛い。ヨルムローズちょっとブランドではないんですけどまあまあ全然、うん、ノーブランド、はい、ノーブランド待っております。はい、そしてそして歌ってみ。あ、マネージャーさんがさ、ジェスチャーでこうやって出し物まあ皆さん、待っていてくださったでしょうか、ね、今回も、まあ、生誕ということで、うん、歌ってみたを歌わせていただきました。なんだ、全然予想つかない。何歌ったと思う。知ってるつかない。知ってる知ってる。え、わかる。歌える。うん、絶対口ずさめる。何だろう、あの曲です。何だろう。それはね、神様いる前だから全然黒い。あ、でもそれと比べたらすごいわかるかもしれない。そういうのも含めて見て聞いていただきたいなと思います。それでは聞いて、どうしよう、タイトル言おうかな。あ、ん？え、いいよ、言わないで。じゃあ言わないでいきますね。始まってる。それでは楽しんでください。なんだ、劇がね。どうぞ。可愛いのを作詞作曲していただいた、うん、みんな大好き、私も大好き、コレサワさんの人生という曲をリスペクトも込めて、大好きっていうのも含めて歌わせていただきました。言われたら納得だ、うん、コレサワさんかなと思ってた。もうね、これしかないな。コレサワさんに歌わせてもらえます。はい、もうコレサワさんの聴いてほしいね。ねえ、コレちゃん聴いたら嬉しいな、うん、そうなんです。素敵だった。いやー、れちゃう。やっぱ23歳っていうさ、そういう節目だから、人生っていうさ、うん、誕生日に人生っていう、うんうん、歌えるのもいいなって思ったので、歌詞も好きだし、うんうん、歌えました。かわいい、かわいい。ひよりの透き通った声がめっちゃもう綺麗めっちゃよかった。あー、ありがとう、よかった。かこの動画はまた後日、今ね、ちょっとかな。今日上がるんじゃない？5時じゃない？あ、5時じゃない。今日のうちに後で上がると思うので、ぜひまたいっぱい見てコメントしてください。はい、待ってます。お願いします。見てね、見てね、見てね。ということは、ということはさあ、生意気な感じ。すごい、袋が袋がくしゃくしゃになっちゃった。これどうなってんの。袋がくしゃくしゃになっちゃった。さあ、え、なんだから、勝った人が勝ったでしょ。さあ、ときめきじゃんけん、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこ。あ、ちょっと、私だけじゃなかった。最初はじゃんけんぽい、あ、負けた。じゃんけんじゃんけんじゃんけんぽい。お、私か、落ちた。じゃあ私から袋がぐちゃぐちゃなんですけど、気持ちがいい。あら、画面が浮遊してる。いいな、平気ですか。画面が動かない。画面が限界迎えてる。 YouTube 重いね。可愛すぎちゃったからね。あー、やっぱりなんか爆発しちゃったよね。ごめんね、うん、大丈夫そう。ファンクラブの方は動いてるみたいなので、ファンクラブの方プレゼントしてる方がいたら、そっちで見た方がいいかもしれない。半目で止まった。大変だね。半目だ。やだー。誰の半目なんだろう。確かに誰の半目らしい。YouTube 大丈夫？大丈夫かな。YouTube 頑張れ。やばいね。大丈夫。いいかな。どうだ。あきちゃんの面食いからね。みんな半目で止まってる。え、でもやって。YouTube。え、声は聞こえてるの？ね、声は聞ける。そういうこと？
ファンクラブはこちらは安定ですね。ファンクラブは大丈夫。こちらちゃんと見れるよ。お、どうします？すごいファンクラブ。ちょい待ちね。ちょい待ち。ちょい待ち。じゃあお水のおかわりをお願いします。ケーキの続きを食べます。ありがとう。あ、おせんべいあるよ。ありがとう。あ、確かに。なんか食べる？食べてない。あ、大丈夫。あ、マーゴリーフ食べてきたから、ね。あきちゃん、なんで取る？お水を。ありがとう。お水ください。はい。ありがとう。いる？じゃあもらおうかな。ありがとう。どうしましょうか？テンビある。どうします？ねね、まだ止まってないのかな？じゃあ、せんべい食べよう。一回止める。あ、じゃあ一旦ごめんね。また明日。そんな丸せずに明日ライブだから。ごめんね。ごめんね。でもファンクラブは。ファンクラブは続く。ファンクラブはやっぱ続けばいける方はぜひファンクラブ。ファンクラブはじゃあ続けてて OK。OK、OK、OK。OK。じゃあファンクラブ。ファンクラブ。ファンクラブもいいね。たのかな、うん、で結構ね、移動した人多いっぽい感じ。うん、あ、画質綺麗だし、最高だった。ファンクラブ。YouTube 頑張ってー。ファンクラブは続きまーす。大丈夫。ファンクラブ。ひよりん、晩ご飯何食べる？だって。食べた。食べた。食べた。カンパチ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 丼。丼。丼。天ぷら。あ、戻った。あ、戻った？あ、戻った？うん。あ、オッケーだ。オッケー。うん。いけましたー。戻りましたー。一個ちょっと。ママ、これ食べる？お家ではケーキ食べる？食べると思う。あ、最高じゃん。夜食べたいな。最高じゃん、うん、ケーキ。はい。ということで、ね、なんかでも渋い顔してる。三角まだ？三角？三角かな。あ、でもカッパでもね、カッパってね。カンパチでもき、あの。言ってるよ。カンパチは聞き取れた。カンパチ。はあ。どうでしょうか。カンパチ。さっきより甘しかな。今日のこと。何かな。ちょっと減っちゃった。みんな来て。さっきより甘しになったってこと。食べれるか。食べたく。みんな何買ったんだろう。何買ったの？なんだろうな。見えた？うん。全然見えない。そう。今日カナメ朝会ったんですけど、もうプレゼント見えちゃうからって、先行って先行って。見えちゃう。見えやすいんだ。出てるの顔が。顔？顔？見える、楽しみ。顔が？顔見えちゃうの。私だって丸めだったからラッピング袋買ってきた。あ、ね、入れた。ありがとう、わざわざ。どうでしょうか、YouTube さん。YouTube さん。テーピタ貼ってみる？質問読む？これ以外にもネタあるから。今日の電波が悪いの。あら、そう。なんで今日はプレゼントなしの方法。ではよくないです。持ち帰らせて。お持ち帰らせて。ダメです。大丈夫。おせんべいが。洋服でさ。なんかこれ美味しいじゃない。うん。2個入ってる。塩でも。塩レモンが入ってるかな。YouTube。 どうなんだろう。かわいいスーツだって。まだ治らなそう。うん。こっち？きっちゃんの配信もカクカクだったから。あら、カメラがいいカメラすぎるのかもしれない。うん。あ、治った。あ、治った。来た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 。プレゼントコーナーしよう。ねえ、直った？プレゼントコーナー。いけた？プレゼント。プレゼント。プル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 。いけた？いきましょう。いいね、ノリノリね。誰だっけ？はいはいはい。あ、おめでとう。おめでとう、なんか袋がシャキシャキ。ありがとう。
境地。新境地。あ、言ってたね。ちょっと新境地。でもこれ食って飽きちゃうよ。うん。えい。飽きた。あら、素敵な。いや前もさ、日を春からここのもらったと思う。そう、ここの渡した。指輪と。あ、いいの？まあ、聞き？
やつ。嬉しい、ありがとう。花瓶返しで、かわいい。確かに。たまたま見てて、え、かわいいと思って。めっちゃかわいい。ピヨっぽいと思って、そこにひまわりを刺したら、うん、え、確かに。最高。かわいいピヨ。そうそう。嬉しい、ありがとう。かわいい。そう、これね、あきちゃんにも。ちょっと違うチューブ、うんうん、去年、ね、うん、おととしかな、おととしか、ありがとう、あれ、母さん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 、嬉しい。前のさ、アデリアレトロのさ、あの、あ、そうだ、みたいな、アデリアレトロ可愛いよね、またアデリアレトロになっちゃった、うん、いや、全然超嬉しい、ありがとう、お花って嬉しいよね、ロマンティック、ロマンティック、3、3つのお花ひまわり全部違うの種類。ね、じゃあ全部ひまわりなの。ひまわり。あ、そう、また買ったひまわりなの。そう、かわいい。ひまわり。きた。かわいい。三種類のひまわり。ありがとう。お花を癒されてるね。あとで水あげて。ね、あのね、たっぷりお水ね含ませてくれたから、今日帰るまでは大丈夫。オッケー。お家で。ちょっと待ってね。一緒に帰ろう。オッケー、ありがとう。じゃあ、一緒に。次は続いてあきちゃん。あら、あきちゃん、ピュリンね、絶対喜んでくれる。おー、ねえ、そう、自信だわね。もう、今は一緒に失敗しちゃったけど、失敗じゃないよ、失敗じゃないよ。ありがとうございます。あ、これ、ヒヨのやつだったんだ。あ、そうそうそう、それもお店の人がつけてくれた。そうなの、かわいい。そう、なんだろう、なんだろう、あきちゃん、見たら一瞬で分かる。かわいい、ね、めっちゃかわいい、ね、すごい、めっちゃかわいい、めっちゃいい。韓国行った時にさ、ピンクのリボンの帽子一緒に買ったんですよ。韓国で買ったのかな。帰る時にずっと黒も買えばよかったって言ってた。すごい、よく覚えてるね。で、可愛いなったから、かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい。これはなんか愛さん言うでしょ。ね、オーダーメイドかなんか。アクション違う、これ手作りだよ。すごくない？アクションの。アクションの。ありがとう。いっぱい使います。いっぱい使います。かわいい。え、これ日本？え、日本。すごい。え、めっちゃかわいい。ね、すごい。喜ぶ感じ。いや、確かに喜ぶね。もうありがとう。次なんだろう、楽しみにして。
クショタイムして、一言から一言だね。おー、オッケー。でもスクショタイムさっきしたか、数字から全員でやるか。数字、数字、数字、数字。ごめん、ちょっとね、めっちゃ段取り止めたかな。取らない、取って大丈夫。お、絶対落ちない。ありがとう。はい、失礼いたします。このくまちゃんも映したい。かわいいね。あ、ごめんなさい。23歳。じゃーん。23歳になってからそんなに経つ、信じらんないよ。信じらんないよ。かわいくくまちゃん。あ、ひよりん。あ、ひよちゃん。ちっちゃいひよりん。ね、バースデー帽子かぶって。そう。楽しいね、配信。おめでとう。オッケー。ありがとうございます。あ、チェキは？やらせるってヒヨリン23歳。チェキもこれ、これ1枚これにしてます。1枚これでチェキ。チェキ可愛くなったのに。これ何これ何ですか。チーズ。25日までに私の推し動画、誕生日推し動画を作って投稿していただけると抽選で今のチェキが当たります。詳しくはホームページをご覧ください。書かないでそれ。あ、書かないの？ホームページ書かない。どっか SNS をチェックしてください。チェックしてください。お願いします。はい、ということでひよりさんから一言しますか。うん、はい、皆さん一足先に今日配信を見てくださりありがとうございます。そうですね、23歳、そんな何か変わったっていうことは、あ、髪の毛はめっちゃ変わりました。ちょっと大人っぽくなったんじゃないかなと思うので、変わるところは変わって、変わらないところは変わらずに、ヒレのままいろいろ突き進んでいきたいなって思っています。やっとトキセンとしてたくさん、世の中に知ってもらえることが多くなったので、たくさんたくさんこの魅力がもっともっと世界に広がるように、私もその力になれるように頑張りたいなっていうふうに思っています。これが私の人生なので、人生悔いないようにまだまだ楽しく棋戦としても、棋戦としての人生も成功させられるように、自分としての人生も成功させられるように精進していきたいと思っています。みんなにね、ついていきたいって思ってもらえるような存在になれるように、これからも頑張るので応援してもらえるように頑張ります。あとは明日名古屋でね、当日、ひより誕生日当日のライブがあるので、いっぱいいっぱい頑張ってみんなに笑顔を届けたいなっていうふうに思っています。でもさ、今配信してるけどさ、多分今から明日の方がもっとお祝いしてもらえるじゃん。楽しみ。嬉しい。あと5時間後、5時間後か。幸せになる、ね、幸せ。こっから先も23歳も22歳の活躍に負けないぐらい、それを追い越すぐらいいっぱい活躍できるように
頑張りますので、皆さんいっぱいいっぱい見ててください。これからもよろしくお願いします。23歳の吉川ひよりもよろしくお願いします。あ、みんな明日応援しに行くよって。お願いします。応援ありがとうのことです。待ってます。3歳になっちゃった。3歳。いいやね。ということで、はい、いい感じですか。はい。この後の配信されるこの映像は綺麗になって皆さんにお届けできると思うので、ぜひそちらの方のチェックもよろしくお願いします。お願いします。ではひよりんおめでとう。おめでとう。